グナシェカールは、インドのテルグ語映画で活動する、映画監督、脚本家。グナシェカールは DV ナルサラージュ、クランティ・クマール、ラーム・ゴーパール・バルマの助監督を務めながら、キャリアを積んだ。1992年公開の、ラティで監督デビューし、ランディ賞最優秀新人監督賞を受賞した。1995年に監督した、ソガ・スチュガ、まあ・タ・ラマーで、 ナンディ賞最優秀長編映画賞を受賞した。1996年に監督したラーマーヤノムでナショナルフィルムアワード最優秀自動映画賞を受賞し、同作はインド国際自動映画祭で上映された。2000年に監督したモノラムではナンディ賞最優秀脚色賞と同最優秀長編映画賞を受賞した。 2003年に監督した、オッカズでは、何理賞で8つの賞、フィルムフェア賞南インド映画部門で最優秀テルグ、5監督賞を含む4つの賞を受賞している。同作はブロックバスターを記録するヒット作となり、同年公開のテルグの映画工業成績第1位を記録し、様々な言語映画でリメイクされた。2004年に監督した、アルジョンは、インド国際映画祭の、 メインストリーム部門で上映された。2015年には、ルドラマデビ宿命の女王を監督し、同作は非評価から高く評価され、2015年公開のテルク語映画のヒット作の一つとなった。ありがとうございます。